21歳の女子大学生さん、園田競馬場を爆破、突イートして逮捕。大枠とか再打ちだったら横転して園田爆破します。アルミホイル巻き巻き。この日のレースを観戦しに来たところを通報された様子。応援している馬が不利な枠順だと勝ちづらいから投稿しただけで、本気で爆破しようとは思っていませんでした。なんで警察が動くべき事件が起きても動かないのに、影響力もない一般人が冗談つぶやいただけで逮捕なん。楽にポイント稼げそうな時だけ動くんか。こんなことで実名報道しろって言ってるリプラン、怖すぎてビビった。犯人を特定したのが園田競馬場組合の人って、そっちがすごいんじゃないの。そもそもネタついって言い張ってるやつほどネタとして全然面白くないよね。過剰防衛かもしれんが、自業自得だから仕方ない。アルミホイル巻いてるのが完全に爆弾製造の過程そのものじゃん。園田に通う女子大生ってその段階で意味がわからん。ネタついですら規制されるのか、辛いな。これ十分悪質だし、事実なら不起訴で終わらんだろう。ネタついなら加害予告してもセーフで、マジレスするやつが空気読めてないって風潮が異常だから、こういう規制は良い傾向だと思う。ネタでも具体的な地名を出して犯行予告みたいなことをするのはダメだって、コーナゴ事件で学んだはず。今の21歳くらいだと知らんかもしれんけど。会社バレしてるやつが、会社最悪、爆破する、って投稿したら、やっぱり捕まるのかな。応援してる馬が不利な枠だと勝ちづらくなるからって理由でレースをさせないようにするって、絶対警察に強要されてるんじゃないか。園田競馬場は過去にいろいろあったから、他の競馬場とは扱いが違うんだよ。当たり前体操。これは本気にも見えるし、対応せざるを得ないかもしれないな。ニコニコ本社爆破なんて言えない時代になったな。ちゃんと真面目に生きてても、薬の転売とかで逮捕されることありそう。中途半端に競馬場爆破するとか言うからこうなるんだよ。もっと、世界滅ぼす。とか、代わりに私が走るとかの方がいいだろ。競馬過激派って言葉が頭をよぎるな。21歳の女子大生が競馬するんだ、びっくりだわ。秋葉原の通り魔事件も、掲示板で秋葉原で人を殺すって書き込みから始まったし、冗談でも地名を出して爆破と書いたら警察動かざるを得ないような。リア充云々を書いたら捕まるような暗黒時代が来たな。かなり冗談とわかる内容でも、爆破関連の発言はニコニコ本社以外では絶対にしちゃダメだって学んだ。これが警察の仕事か。今日も日本は平和だね。もっと逮捕されるべき人間がこの世にはたくさんいるだろうに。冗談でも本気っぽい書き込みをするとこちらとしても対応せざるを得ないんですよね。これはさすがにやりすぎじゃないかなと思うけどな。これは本人もここまで大事になるとは思ってなかっただろうな。ニコニコ本社以外ではそういうのやめとけって。やっべ、誤爆したわ。でもそのうち逮捕されそう。